あとちょっと待って、大沢文也にも今日触れたいし、金原さんにも触れたいんやけど、ちょっといいかな、金原さんに俺アンサーして。この前、金原さんまだやってるんよ。それなのに342人も。金原さんの話あれです。いや、もう金原さん終わってからでいい。なんかまたこれをチクられて、またなんかもめんの嫌なんやけども。俺別に金原さんのこと好きやしね。なんか金原さんがただ、なんかリスクを負ってないのがやっぱ乗れないみたいな、なんか、とか言ってるんやけど、俺ほんまに金原さんのことは好きなんやけどね。ただなんかその安全地帯でリスクを負ってない状態で言ってるのがやっぱ気に入らんみたいな話なんやけど、そんなこと言ったらもう解説者とかコーチとかおらんようなためだと、このように。じゃあ金原さんも引退したら YouTube やめんとっていう話にならん？絶対やめへんと思うし、別にやめんでいいと思うけどね、それ言うなら。そういやし、塾やってるとかも、じゃあ安全地帯におったら、つか何をもって安全地帯かもよう分からんし、もうなんなんやろ？と思わん？金原さん終わった？金終わっちゃったよ。見えた日本人最強ファイターだと、異論を認めると。俺はマジ金原さん好きなんやけども、悲しいわ、そんなこと言われたって。解説者とか、じゃあ小尻さんも解説とかしたらあかんやん、じゃあ。高田さんも、みんな。と思っちゃうんやけど、違う？金原さんのこと好きなのよ、俺は。じゃあほんまに、切り抜いて送ってきます。やめて、もう。てか、マジ好きやからね、金原さん。ほんま尊敬してるから、もう、しかも練習仲間だったし、悲しいよ、そんなこと言われて。わかるけどさ、自分が現役って誇りがあって、引退したやつと俺は違うってわかるけど、ねえ、でも別にいいんじゃないの、引退したって言ったって。野球の解説者とかもサッカーの解説者とかいろいろあるからね。正直、ジュビンの高校の時の部活は柔道です。金原さんはジュビンに試合してほしいんでしょうね。そうなの？確かにそれおかしいですね。てか、もうじゃあ金原さん引退したら YouTube やめんのって、解説感想動画とかあげへんって。絶対あげるやん。で、あげていいと思うんやけど。ね。それは別にそんなんで差別せんでいいんじゃないのと思っちゃうけど。で、別に俺、的外れなこと言って引退して、ね、全然今の技術についてこれてなくて、的外れなこと言ったら視聴者離れると思うし、視線に。でも、外れてないと思ってるからこうやって来てくれる人がおるわけやん。ね、まあもちろん、嫌いな人は嫌いとは思うけど、だから別にいいんじゃない？しかも俺が自分の SNS で勝手にやってることで。金原さんのアカウントでやってるなら俺怒られるのもわかるけど、別に自分のアカウントで自分で好きなように喋って、それを見に来るファンがいて、マジいいと思うけど。武井さんと試合後会った、会ってない。ああ、武井さんのことも言っていい？正直言って俺は普通にゾウの雑白とコラボ見て、あ、ゾウの雑白俺嫌いじゃない今日ね。ああ、ちょっと大沢文也について言っていい？あら、山さん。大沢文也もさ、俺可愛い後輩なんやけど、でもそれに対しても別にもう金原さんと一緒とマジ嫌いじゃないよ。大沢文也好きやけど、ね、ほんと可愛い後輩やし、一緒に練習してきた仲間なんやけど、武井良樹と最近仲良くなったことが気に入らんっていう話と思うけど、てかまあ、まずよくそれ俺に言うなと思うけど、まあまあまあ、それはいいわ。まあ先輩には、俺も先輩にも結構意見言うタイプなんで、まあいいけど、いやさ、前から応援してるし、じゃあ5000個杯だったら応援してるんですかと思うみたいなこと書いてたけど、いや5000個杯だって言ってないよ、いちいち。そら。言ってないよ、5000個杯だったら。ただやっぱり勝っていって大きい大会になったから、もちろん応援に行ったけど、じゃあフミヤも5000個杯で毎試合を攻略園見に行ってんのって聞いたら多分言ってないと思うしね。てかもういいやん、応援してることで。マジで何があかんの？ちなみにね、俺、武井良樹とは全然連絡も取ってなかったよ。取ってなかったんやけど、なんで飯この前行くことになって、試合行くことになったかって軽く説明すると、てか別に勝ったから俺が連絡もしして行ったとしたって別に何にも問題ないと思うけど、なんかね、竹の塚足立区で飲んでる時があって、良樹の知り合いとかと、で、その時インスタにストーリーをアップしたら、竹良樹からなんか DM が来て、コメントが来て、で、なんか、俺のストーリーに関してのコメントがあったのよ。で、その時に、それ結構最近の話だけど、3、4ヶ月前。その時に、まあ、そう返信して、ちなみに今俺たまたま足立区で飲んでるけど来れる？って聞いてみたら、なんか今日行きたかったけどなんか明日朝早いんでちょっと難しいですってなって、で、そこからやりとりしてて、じゃあ試合後行きましょうってご飯ってなって、で、この前の試合が終わった後ご飯に行ったのよ。滝吉と約束してたから。で、そのご飯に行った時に、その俺の先輩とか、そのちょうどパワーオブドリームの仲間とかもいて、じゃあ今度、吉木の試合みんなで行きましょうよってなって、この前行ったんやけど、てか何があかんの？それの。ほんまに。何がわかんないやろ。もうようわからんわ、それに関しては。もう全くわからん。しかも別に俺、武井良樹だけを取り上げてるわけじゃなくて、最近、まあみんな見ててわかると思うけど、格闘技のこと全部取り上げてるし、で、逆に、大沢文也がめっちゃ負けてる時とかもずっと応援してるけどね、俺。マジずっと。
別に大阪宮がクラッシュチャンピオンになったからって近づいたりもしてないし、まあ、それについては納得できんわ。何があかんの、ほんまに。俺も金原さんの件も大阪宮の件もマジ納得できんよ。まあ、ただ俺も言い返そうかなと思ったんよ、両方勝者に対して。まあまあまあいいやと思って、あんまりそれをね。でも絶対俺がね、結構フォロワーとか増えてきてるからと思うけど、2人とも。じゃあ俺が大沢文也も金原さんも、俺が例えばじゃあ金原さんって言ったら、 YouTube の登録者数が500人で、再生回数、まあ、例えば2、300だったら毎回絶対言ってないと思うの、俺の文句って。で、大沢文也も俺が武芳樹のツイートして、それがいいねが10、20とか、フォロワーが500人ぐらいだった場合に絶対絶対文句言ってないと思うの。何とも思ってないと思う、それに関しては。俺が目立ってるからや、絶対に。絶対それと思う。絶対それが鼻につくだけと思う、二人とも。はい、はっきり言って嫉妬と思います、それは。かけとき YouTube だと、ジュビンと金原が面白いからコラボしてるし。だから金原さん、俺と絡みたくないって言って、なんか、リスクのない安全地帯から、もの言ってるから。それ納得できんわ。マジで。何そのリスクないって。そんなん言ってたら現役選手でも試合してない間は別にリスクないんじゃないの、そんな。